マアプリのコクリから進めていきますのでね、皆様ぜひそちらをご覧になってください。ではもう一度このプロモーション映像を流してから本題に進みたいと思います。さあ、このコクリは2015年度グッドデザイン賞を受賞し、書いてますね、またグッドデザインベスト100にも選出されました。他にも第12回日本 e ラーニング大賞を受賞し、今最も注目されている黒板アプリなんです。我々酒場というのは大正8年創業のとても古い会社で、昔から黒板作ってきたんですけれども、黒板の形って100年近く変わっていないんですよ。そこを我々一つ前に進めたいと思いまして、こういったハイブリッド黒板アプリを開発しました。本日はこのコクリオ、そしてその後はワイドを2つ合わせてご紹介していきたいと思います。実際に私がどちらも操作をしながら皆様にお話を進めるデモンストレーション形式で行っていこうと思います。さて皆様、サカーについてはご存知でしょうか。さあ、サカーはですね、先ほど申しましたが大正8年創業の、もうちょっとで100年です。とても古い会社で、愛媛に本社があるんですね。今日こちらの展示会に来ているスタッフも愛媛から来ているものがいっぱいいるんですけれども、我々はずっと皆さん、本日お越しの皆様と同様に学校授業教育という環境で成長を続けていきました。そこで作った黒板アプリのコクリとウルトラワイドプロジェクターのワイドをご紹介していきたいと思います。さあ、それでは酒場のコクリとワイドのデモンストレーションの開催です。どうぞご来場の皆様はぜひこちらの酒場ブースまでお集まりくださいませ。それでは始めてまいりましょう。本日は酒場ブースにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日ご案内をさせていただきます山崎です。よろしくお願いいたします。さあ、コクリなんですけれども、その前に一つ、電子黒板の普及率、皆様どれぐらいだと思いますか。ちょっと尋ねてみたいと思います。 30% 以上超えてるんじゃないかなと思う方もいますでしょうか。実はこれ全体のまだ 19% ほどなんですよね。さらにその中で実際に使用している使用率を見ても 34.3% と、結局導入をしていただいてもあまり使われていないというのが悲しいかな、今は現状がそれなんです。ですので我々はもっと身近にね、先生方にもっと身近に気軽に、そういったところを体験してもらう、使ってもらおうとコクリというものを開発しました。ただこのコクリがあればスマートフォンやタブレットで操作ができます。コクリというアプリケーションがあるんですね。で、教室のどこに行ってもスマホやタブレットで操作ができます。例えば黒板に問題を出しておいて、歩いて生徒の回答を確認しながら授業を進めることもできますし、あとは何か算数の図形とか美術の絵とか、もう子どもたちの発想力豊かなものをすぐさま黒板に投影して教室のみんなで共有すると、そういったこともできます。さあ、ではコクリのご紹介からいきましょう。チャイムが鳴りましたね。ではここからは教育 IT ソリューションエキスポ特別授業としたいと思います。私を先生だと思って、僭越ながらですね、私を先生だと思って見ていってください。さあ、ここからは実際に私が持ってきたこのタブレットにコクリを入れて、これを操作しながらお伝えしていきますよ。まず最初の授業は国語です。皆さん、国語の授業を思い出してみてください。どんなものでしたか。いつも本を読むだけとか漢字を覚えるだけとか、たまにね、先生が教科書を見ながら板書したりとかもしてましたが、ちょっと退屈な時間もあったりしましたよね。これからはそういった時間も有効活用していきたいと思います。まず先生にとってです、事前に教科書をスキャンして取り込んでおけば、このように古典の難しい文章もワンタッチで表示することができました。データ表示機能ですね。ちょっと小さいなと思えばグググッと拡大してあげましょう。さあ、ここで少し違和感があるんですけれども、皆さん何だかお気づきですか。ちょっとなんかね、おかしいなと思うところがあるんですけれども、何でしょう。これ黒い字って黒板でなかなか見ないですよね。そう、普段我々が見ている黒板で書かれている字って白いチョークで書かれた白い字なんですよ。でもしょうがないです。だってテキスト、紙媒体っていうのは白い紙に黒い文字で書かれていますから、それをそのままスキャンして取り込んでこの黒板に映し出せば、そりゃこうなりますよね。なので我々考えました。白黒反転機能をつけたらどうか。
するとどうですか。もともとはこれですよ。もう一度いきますね。パッと白黒反転機能を使うだけでこのようにね、綺麗に黒板に表示することができます。さあ生徒からしてみたらこれね、違和感ないですし綺麗に見えますしいいですよね。あとは何か重要なところにこうやってこう板書を加えていけばいいんです。さあ今ご覧いただいたのは一瞬でスキャンしたデータを表示させる機能、そしてその後に生徒たちが見やすいように白黒反転して黒板に綺麗に出す機能、そして私がこのようにチョークで書き加えていっても大丈夫だというね、板書ができる機能をご覧いただきました。さあこのような形でコクリがさまざまな教科で使えるんだというところをお見せしていきたいと思います。続いては英語です。こちらにはリンゴの画像を出力しました。皆さんであればもうリンゴを英語で何というかはご存知ですよね。でもアルファベット習いたての新入生はどうでしょう。まだアルファベットすらうまく書けないかもしれません。そんな時のために背景表示を変えることができます。例えばこういったグリッド表示にしてみたり、英語のガイド線付きのノート表示もありますので、これでさみんなこのアルファベットはこの線までしっかり、ね、伸ばして書くんだよとか、ここは超えちゃダメだよとか、初期の段階できちんとした正しい書き方を教え込むことができるんです。それだけじゃありません。文字もこのように国立側からテキストとして打ち込んで出すこともできます。さあこれでみんなリンゴは英語でアップルって言うんだっていうのが分かりました。では続いていきましょう。今度は算数の授業です。算数ではよく図形を使いますよね。三角形とか円とか。なので我々はこのコクリというアプリの中に最初からそういった図形をオブジェクトの中にぶち込んでいます。よく使うであろうね、円や三角形といったものをこう勝手にね、簡単に取り出して使ってみてください。大きさも変えられますし位置も自由自在です。このようにして使っていくことができますし、それ以外にも例えばこういった算数の宿題を生徒たちに出しました。みんな解いてきてくれました。じゃあ答え合わせしましょう。でもここの答え合わせもコクリを使ってやっていきたいと思います。というのもコクリというのはスマートフォンやタブレットで使えるアプリケーションです。スマホやタブレットにはそう皆さんもご存知カメラが搭載されてるんですね。なのでこのカメラで生徒の答案をパシャッと撮ってみたいと思います。すると先ほどはデータをスキャンしたものをここに出しましたが、リアルタイムで今カメラで撮ったものをこのように黒板に映し出すことができるんです。なので今日は日直の何々くんの答えをみんなで見ながら答え合わせしようか、そんなことができるんですね。で、こちら、ね、プリントはやっぱり白い紙に黒い字で書かれていますけれども、ここもちゃんと気を、ね、使ってますよ。白黒反転機能があります。なので白黒反転するとチョークで書いたように見えます。これはプリントのその文字の濃さとかでちょっとね見づらくなる時もありますので、そこはね、お気に召した方を使い分けてみてください。ではどんどん行きましょう。続いては社会です。社会の授業では地図をたくさん使います。先生によっては大きい方眼紙に自分で書いて持ってきたり、授業中だっていうのにわざわざなんか日本地図とかをねすごい緻密に書き出すようなコアな先生もいましたよね。でもそれって時間も労力も無駄です。はっきり言ってその時間もったいないですから、これもデータを取り込んでスキャンしてここに出しましょう。白黒反転機能ここでも使えますよ。そしてグググググッと拡大してですね、自分が見せたい部分を大きくします。これ通常ね拡大今なんてことなくしましたけど、実際に社会の先生が方眼紙に書いたり黒板に書いてたらこれ拡大なんてできないですからね。これも、まあ、デジタル化のいいところですね。さらにポインター表示までできるんです。これもすごいですよね。なのではいみんなこの辺注目っていう風にこのポインターで示すことができます。さあ青森県の名産品は何だったかなっていう風に質問を出せますね。すると、まあ、皆さんもご存知だと思います。青森県といえばやっぱり何といってもリンゴの名産地ですから、このようにリンゴのイラストを出して青森県の上に置いてあげると、さあこれで地図上にその地方の名産が画像で出てきました。生徒にとってはこれ分かりやすいですよ。イメージつきやすいですし記憶の定着にも結びつきます。なのでこういった形で授業をどんどん工夫してみませんかということなんです。歴史の授業で年表を書くような場合にも国理であれば一瞬で表示できますし、また逆に一瞬で非表示にすることもできます。これなんで私今消したかっていうと、これミュート機能でね消してるんですけれども、ずっと黒板につけているだけではなくてあえて消すことによって
はい、では皆さん、黒板ではなくて先生の方を注目と言って自分の話に集中させることができるんです。このようにオンオフをうまく、ね、使い分けていけば授業にもメリハリが出ていいですよね。さあ、ここまでいろいろと話してきましたが、実際にこれ授業でじゃあちゃんと活用できるのかななんて皆さん思ってきますよね。ご安心ください。いち早く国理を取り入れて実際の授業で使っていただいている先生がいるんです。共立女子中学高等学校で理科を教えている桑子先生という方です。実はこの先生ね、新聞の記事にも取り上げられたりしてるんですけれども、この先生のやり方をここから見ていきましょう。流れご紹介いたします。さあ、先生はまず教科書やプリントの図を iPhone に取り込んでます。データを入れます。さあ、そして白黒反転機能、先ほど私が皆様に お見せした機能ですね。これを使って、まあ、生徒が、ね、見た時に違和感があんまないように下準備をしといてあげるんですね。じゃあ実際の授業に入ります。黒板に投影してチョークで書き込んでいきます。また必要に応じて背景を変えて考察をしたりもしているんです。さあ、ここまで流れご紹介しましたが、実際のその先生の授業を見てみないことには何とも言えないですよね。我々念には念をということで、この桑子先生の授業をなんと撮影してきちゃいました。動画がありますので見てみましょう。さあ、桑子先生出てきましたね。さあ、どうぞよろしければ皆様また今一歩ですね、前の方に詰めていただければと思います。本日もたくさんのお客様にですねご覧いただきましてありがとうございます。この回だけじゃなくて毎回これくらい人ね来ていただけるんですけれども、通路の確保にねご協力いただければと思います。ありがとうございます。さあ、行きましょう。動画に戻ります。先生の後ろに見えるのはなんか図が書いてますが、まあ、理科の先生ですから、これ多分電流の流れ方とかを教えてるんでしょうね。ちょっと進めてみましょう。はい、あ、やっぱりそうでしたね。で、こういった立体的な綺麗な図を投影して、さらにその上でチョークを書き込んでいく、チョークで書き込んでいくっていうのは説明がなかなか難しいと言われている教科の理科であっても、こういった工夫をすれば生徒も理解深めてくれると思います。で、よく聞かれるのが、この教室プロジェクターどこにあるんですか、まあ、天井の上部に取り付けてるんです。で、この展示会も上部に取り付けてるので、え、もしかして卓上じゃ使えないのなんて言われるんですが、そんなことありません。問題なく卓上に置いていただいても使えますし、なんなら国理というアプリケーションはプロジェクター選びません。皆さんが今お使いの今お持ちのプロジェクターそのまんまでお使いいただけるので、ぜひね国理試していただければと思います。そして国理にはこういった動画再生機能までついてます。今皆さんがご覧いただいている動画も国理で流してます。画像スキャンした画像だけでなくて動画まで再生できちゃうんですね。と話してたら動画が終わりましたので、気になるお値段見てみましょう。国理は、まあ、通常ね 実際に授業で活用していただく場合にはライセンス登録をお勧めしているんです。1年間で6,000円だけれども、いや、まだそこまで踏み込まないんですよ。私ちょっと使えれば試しに使えればいいんですけどっていう方のために無料のダウンロード版も用意してるんですよ。でもよくね、無料のダウンロード版なんてちょっとしか機能ついてないんじゃないのって言われるんです。ご安心ください。なぜなら何を隠そう、今私がここで皆様にお伝えしているデモンストレーション、これ自体が無料のダウンロード版で作ったものだからなんですね。なので無料のダウンロード版でもスキャンでしたデータ出せますし、白黒判定もできるし、動画も流せます。一通りの機能がちゃんと使えますので、ぜひ無料のダウンロード版を皆さん使い出してみてください。今日はご来場者様限定ですよ。国理の1ヶ月分のライセンスを無料にするチケットまでご用意してますので、こちらはデモンストレーション終了時にね、私のところにもらいに来てください。さあ、そして国理をよし、じゃあ始めるぞ、よし、やるぞと決めた方にはスタートパックというのもご用意しています。これは、まあ、国理で、まあ、使っていくにあたってこれがあるといいですよっていうのを全部セットにしたものですね。ぜひご検討ください。また国理ボードというのもあるんです。これ何かっていうと、まあ、国理をきれいに写すための黒板なんですね。使い勝手は今までの黒板と何ら変わりません。じゃあ今までのとどう違うのってなりますけど、その違いが気になる方はこの後実際に国理ボードね、実物持ってきてますから、ぜひそちらご覧いただいて、わからないところは私と同じポロシャツを着た青い、ね、ポロシャツを着た佐川のスタッフにお問い合わせいただければと思います。もしお名刺を交換させていただければ後日のねメールや電話でのお問い合わせも対応です、対応可能です。さあ行きましょう。お待ちかねです。皆さんね、これをね楽しみにしてたっていう方もいるかもしれません。ワイードです。ウルトラワイドプロジェクターのワイードに話を移していきます。おとといのニュースゼロ見たよなんて方いますか。実はこの教育 IT ソリューションエキスポ、まあ、初日だったんですけども、日テレさんの取材が入ってニュースゼロで特集がちゃんと組まれてたんですね。その中で一番長い尺を取っちゃったのが何を隠そうこのワイードなんですよ。やっぱりまあね、それぐらい反響も大きいし、今話題沸騰中なんです。さあ、そのワ
ワインイードをこれから皆さんにお見せしますが、その前に一つワインイードに標準で搭載されているとっておきの機能をご紹介してもいいですか。さあ、それがこのデジタルスライド機能です。今私リモコン一つで投影する位置を好きなように変えています。これね、投影する位置がずっと中央にあると教科によっては邪魔だって思う時もあるんですよ。算数や英語ってこちら側から書き始めること多いですし、国語であれば逆ですよね。そういった教科や用途に合わせた投影位置というのを変えることができます。このデジタルスライド機能というのがもう最初からこのワインイード、これ実物なんですけど、これに入っているっていうのが驚きです。レール工事とかが必要ないということなんです。では前置きこれぐらいでね、ちょっとじらしたようで申し訳ないんですが、ここからはアスペクト比も超ワイドに切り替えて皆様にワインイードのプロモーション映像をご覧いただこうと思います。さあ、このプロモーション映像でね、しっかりとねご覧いただいて、どれぐらいこの黒板のね幅を使うのか、皆さん目を凝らして見ていてくださいね。では行きましょう。これが佐川のウルトラワイドプロジェクターワインイードです。でしたでしょうか。やっぱり黒板全面の映像というのは迫力が違いますよね。まあ、PV もなかなかでセンスが尖っててすごかったんですけれども、このワインイードの迫力、皆さんご覧いただけましたでしょうか。ワインイードはたった 58.6cm でこれぐらいの距離で、実物これですからね、この距離で黒板いっぱいに投影することができるんです。通常のプロジェクターだとだいたい80インチなんですけれども、ワインイードだと140インチまで広げることができます。これ1台で大画面としてお使いいただけますし、黒板にわざわざ何か大きいスクリーンを貼るっていうような必要もありません。また光量は3400ルーメンありますが、このワインイードの超単焦点だと眩しくないですし、何より影が映り込みにくいんですよ。今私こうやってね、あえてこうぐるぐる動いてますけれども、まあ、実際の先生もね、授業中はこうやって黒板の前うろちょろしますよね。影が映り込んでないんですね。すごいですよね。これは先生にとってもそうですが、授業を受ける生徒たちにとっても、ね、気が散らなくてすごくいいんです。では見ていきましょう。黒板全部に投影ができるワインイードです。これ電子黒板のスペースがより大きく取れるということは、今までとはまた一味違う授業ができるんですよ。具体的に見てみると、投影サイズがこれまでの2倍ということで、2つの異なる画面を出すことができると。例えばデジタル教科書の、まあ、テキストだとかと、あと画像とか初画カメラですね、通常であれば切り替えが必要であったようなものをこのように並べて出力表示することができるんです。それ以外にもワインイードが長いのは画面の幅だけじゃないんです。プロジェクターランプの寿命まで長いんです。通常のものは約3000時間ですが、ワインイードはその 6.6 倍、2万時間も持ってくれますので、ランニングコストの削減にも一役買ってくれるんです。いいですね。さあ、そして先ほど動画を再生する前に皆様にお見せしたデジタルスライド機能というのが標準で搭載されてますので、リモコン一つで左、中央、右と好きな位置へ投影画面を変えることができます。レール工事などは一切不要です。では最後まとめていきましょう。こういったインタラクティブ機能付きの電子ペン、タッチペンがあればこのようにですね、インクの色をつけたりとかしてね、書き込みを加えていくこともできますよ。よいしょ、つくかな、ちょっと待ってくださいね。よいしょ、まあ結局ね、チョークで書けるんだから、チョークで、ああ終わっちゃいました、ごめんなさい。戻りましょう。これね、
パワーポイントの画面を表示してるだけなんですけど、まあパワーポイントも16対6で、ね、サイズを作ってやっています。つくかな、つきました、いきましょう。はい、超大きい画面で黒板全体に映せるワイドです。今私これ書いていきましたが、何もこの黒板が特殊なわけじゃありません。この電子ペンの方がこのワイドと連携して赤外線光出てますから、それで文字反映されていく、板書が反映されていくという仕組みになっています。まあ別にねチョークで書き込んでてもいいんですけれども、こういう使い方もありますよ。でデジタル教科書だとか書画カメラだとか、通常ね切り替えが必要になるようなものであっても2画面並べて写すことができます。またランプの寿命もワイドです。ランニングコストがかからないのはいいですよね。投影画面だってデジタルスライド機能を使えば好きな位置へ映し出すことができます。さあ皆さん、ワイド気になってきましたか？思い出してください。コクリのことも思い出してください。コクリの無料チケットもねご用意してますよ。さあここでコクリとワイドのデモンストレーションは終了となりますが、この後は皆様ごゆっくりとこの佐川のブース内でコクリワイド気になるところで触ってってください。緑のゾーンがコクリです。隣の青いゾーンがワイドになってます。今日展示会ですよ。カタログもらって帰るだけじゃもったいないです。自分の目で見て手で触って体感していただければと思います。ではこちら欲しい方はぜひ私のところまでいらしてください。ありがとうございました。さあ今日はですね、皆様のためにデモコンテンツを入れた